どうも皆様さこんばんは。え今、何度盛戸土。小池莉子でございます。ということでね、今夜も始まりました。ゆりらじでございます。ね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、非常事態宣言がですね、解除されましたけども、ね、皆さんどうでしょうか。昨日解除されたんでしょうかね。えー、まあ、私ですね、今日早速、 解除されてさ早速ですねちょっと芸人さんと打ち合わせをするということでですねあのジョナさんに行ってきたんですねええー、まあそんな人はいなかったんですけども8時までで,で閉店ということでまあちょっとその後ですねちょっとまあ場所を変えようかということで打ち合わせ場所をちょっと日高屋に変えまして、えー、それでちょっと打ち合わせをねちょっとしてきたんですけどもあのー、そうですね 混んでるとか混んでましたね。ちょっとあのー、なんか焼き鳥屋さんにちょっと入ろうかなーなんて思ったんですけど、あ、前にも人がいたんでね、ちょっとあのー、そこはやめておこうかということで、え、それでね、日高さんの方にですね、移動したんですね。ええー。まあ、こう、まだね、まだあのー、完全にね、あのー、ゼロではないわけでね、あのー、まだまだね、気を引き締めていかないといけないんですけども、えー まあね、このゆりラジまだあんのかつってね。<laughs> 今日ちょっとなんか私違うでしょ、雰囲気が。ね。ちょっとメイクの方も解除させていただきました。すいません。はい。ちょっとね、ちょっとこれ結構遅い時間なんですね、撮ってるのが。はーい。なのでちょっとお肌にほら、良くないかなと思って。でもちょっと飲みたいなと思って、そうと今これ用意してます。はい。ね。男梅サワー。ね、いい、いいしょっぱさですよ。しょっぱ、 うまいっつってね。ねえうん。あっあ美味 <laughs> しい美味しいデリシアス、うん、とても良いですね。はい。ということでですね。まあ、進めていきたいと思いますよ。あったわね今週もイリラジがじゃあ行きましょう今週も、今夜も、イリラジ ィィ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 ィ入れらしいえね皆さん大丈夫ですか私は大丈夫ですはいあのまあね解除されたということですけどもねこの解除される前ですね なんですかねこの自粛が始まった当初にね、あの、バトンというのが始まったんですよ。ね、なんかこう、みんなで繋ごう、繋がろうみたいな感じでね、このコロナと戦おうみたいな、元気に行こうみたいな感じで、その、バトンっていうのそういうのがね、あの、回ってたんですよ。ツイッターを、主にツイッター上でね。最初の頃はね、それ出た時、出て、しばらくしたらもう、 出て、出て、出てた時は、あ、あれ、私の子に来るのかしら来ないのってなんかちょっと人気ないみたいで、ちょっと恥ずかしいかな、なんて思ってたけども。そしたらなんか来るようになっちゃってね。で、来るようになると今度ね、めんどくさいなってなるんですよね、ちょっとね。若干ね、ほら、あの、1回目、2回目はまだいいんですけど、3、結構頻繁に回ってくるようになっちゃったんですよ。それが。なかなかだなーっていうね。 あのー、それがね、あのー、その3月、4月ぐらいだったらまだね、まだしてもですよ。5月入ってからもね、なんか何件かね、バトンがね、八幡さん回してもいいですかみたいな。八幡さ,さん回してもいいですかなんてね、来たんですけど、まあ、まだ来るのみたいな感じがちょっとあったんですね。いいや、いいんですよ。何が大変ってね、あの、次の人に回さなきゃいけないんですよ、それを。ね。そのなんか例えば、思い出の写真をね、載せてみんなで、 な、ま、の、あの、教えてくださいみたいなね、載せてくださいとかって。別に自分の思い出の写真を載せないんだけど、それをね、次の人に回さなきゃいけないとかね。それがしかも、この人4人とか5人に回してくださいみたいなのが、ある時ある、あったんですよ。さすがにそんなには、ちょっと私でもそんな友達がいないんで <laughs>、ちょっと難しいなーなんつってね、え、ね、え、思ってたんですけどね、うん。でもそのバトンでもね、すごいのがあったんですよ。 あの、まあ、それはま、3月か4月ぐらいだったんですけど、金太郎ちゃんからね、バトンが回ってきたんです。なんか、アイドル、アイドル事例みたいな、アイドルバトンですみたいな。えーっつって、聞いたら、大元が、あの、松本明子さんだったんですね。松本明子さんが、スタートで、なんあの、元渋谷北のふっくんとか、あの、石川秀美さんとか、 なんか、ああいう80年代アイドルの人たちを経て、なぜか知んないけど、金太郎ちゃんとこに来て、それで私のとこに来ちゃったんですね。え <laughs> これはどういうこととか思ったんですけど、まあまあなんか、でもなんかよくね、きあの、それがそ、で、またどうしようかと思って、何して誰に回したらいいんだろうとかってね、思ってたら、あの、テレビの朝のね、ニュースで、その松本咲子さんが、 これ、80年代のアイドルの人たちに、ね、で、バトンをね、回していけたらなぁ、なんて思って、もしよかったら、あの、中森明菜さんとか、きょんきょんとかにももう回ってくれたらなぁ、なんて、なんて言ってたんですよそれが、どうなかこの、モノマネのそっくりさんの方に回ってきちゃったもんだから、えぇーと思っちゃいましてね。ええー、びっくりしましたけども、まあ一応やってね、なんとかこのあの、次、とくこさんっていうね、えー あの、いろんなものもやってる芸人さんに回しましたけどもあ、あれはちょっとね、面白いなと思っちゃいましたけどね、回ってきちゃって。そんなあの、ファンの人からしたらね、なんでお前とこに行くんだよっていうのはね、あったんと思うんですけどね、回り回ってそういうとこに来ちゃったっていうね、バトンがあったんですね。はい、ということですね、今週の企画今週の企画はこちらです。 こんなバトンは嫌だーこんなバトンは嫌だーね。はい。ね。春田は亡くなりました。はい。ね。ちょっと私今日はちょっと滅び気分でやってます。はい。うん。ということでね、もうどんどん行きましょうか。こんなバトンは嫌だ <coughs> こちら。ハエがたくさんついてる。 ハエトリボーカよみたいな。昔のあのハエトリボーカよっていうね。嫌だねー。ハエがいっぱいちょっと、えーってなるやつね。はい。<laughs> こんなバトンは嫌だ。やバトンが霧担保、キりタンええ、キりタンみたいな。<laughs> あの、秋田の、秋田の人みたいな。これ、途中で、なんか、 食べれるのかなみたいなね。かじっちゃいそうになっちゃうみたいな。嫌ですね。こんなバトンは嫌ですね。ちょっと次。こんなバトンは嫌だ。バトンが、大福。バトンが大福。もう長くもない。もうちっちゃい、こ,こう、こもう短い。短いっていうかもう大福。で、走ってるとこう、ぐにゅってやっちゃって <laughs>、握りつぶしちゃうみたいなね。うわわわーって、結局食べちゃうみたいな。 バトンなくなっちゃうじゃんみたいな。こんなバトンは嫌ですね。はい。じゃあ最後。こんなバトンは嫌だ。ね。バトンを渡してくる人が、ちょっと、あの、いろいろ、ちょっとちょっとな人。ね。えー、その人、こっからバートン回ってくんのみたいな。この後どうしたらいいのみたいな。そういうことにね、なっちゃいますね。<laughs>

ね、今週の公約、こちらですね、ちょっと私ね、ちょっと思ったことがありましてね。いやー、あの、あまりここでその、これ別に関係ないですよ。その、都政とかそういうことでね、全く関係ない、ね、ラジオ、ラジオラジオなんですかこれ、なんですけどね。決めました。あの、ね、いよいよ、ちょっと都知事選があるとかないとかあるんですけども、ね、まさかの、堀江門さんとか、あと何 N 国の方が出馬するとかでね。まあ、賑やかなことという感じですかね。<laughs> ええー。なんですけども、私、あの、思いました。この小池さんがですね、これ別に私、応援のこの政権放送じゃないですよ。政権放送じゃないですけど、もしあのね、当選された場合にはこちら、公約。はい、じゃじゃん。スーツを仕立てる はぁスーツを仕立てたいと思っております。はい。ええー、あの、仕事が増えるかどうかとか、わかりませんよ。あの、不安は、まあ、私はそういうのは期待してません。あの、やっぱね、なんか出にくい感じはありますんでね。ただ、あの、すごいですね、私のスーツもですね、かなりボロボロになってきましてね。はい。なので、今これ使ってるのこれなんですけどね。はい。かなりね、もうね、よく見るとすごいボロボロなんですよ。 なのでもうねこれを機にスーツ新調したいと思いますオーダーメイドで作りますはいこれでございますもうほぼ確定になったかなという頃にはですねもう着れるように、えー、なんとかね仕立てていきたいと思うんですねはいこれ公約っていうのかなよくわかんないけど今日はちょっとほろ酔い,いでやってます ということなので、え、まあ、と言ってもね、このゆりラジが、もう本当に続くかどうかわかりません。もう本当にこれで終わりかもしれませんけども。まあ、もしあったらですね、その報告はですね、こちらでしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。あ、ということで今日はちょっといつもより長くやっちゃ、喋っちゃいました。ということで今日はね、ゆりラジこの辺で終わりにしたいと思います。はい、何かありましたらこちらまで。何も出てないと思うけど。 コメントまでください。はーい。ではありがとうございました。皆様、あの緩めすぎず行きましょうね。はい、ありがとうございました。ゆりラジでした。またねー。